スポケット。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターウォースポケット始めていきたいと思います。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。限定レアガチャに世界のクラシックホース登場ですね。引いてみますか。1個だけバトライン。キーバヌシいきなり来た。クエスト達成、やったね。ねえねえ、さてですね、今10月を一周ということで、天皇賞秋まだレースに出ておりません。ちょっと距離が加減なのは気になりますが、出してみたいと思います。やったね、ありがとうございます。さあ、馬体重にちょっと不安があるぞ。うん、気合十分だね。大根だ。体重はバッチリだね。一応出走を天皇賞秋、その後だったら、まあ、メルボルンカップなりエリザベス女王杯、ジャパンカップもあるんですが、もうロサード乗んのか。これはあれですね、ノリ先生に行きましょう。調子落としてる。元気だね。しかも大根だった。いいね。調子にちょっと不安があります。もし調子悪かったら出さない。今週はレースがあるよ。488キロ。体重はバッチリだね。大根だが、ここは調子いい仕上がりだね。いい調子。はい、何です。馬体重調整を文句なしということで、調教は積み重ねましたが、そこら辺の疲れの
残りがどう響いてくるかですね。お、一番人気 1.3 倍、ダントツを一番人気。ただいまより投票受付を開始します。テーマオペラ王名称怒涛桜並木王ってなんだと、トゥナンテあたりも出てますね。トゥナンテの馬券面白そうだなと思いつつ置かないでおこう。さあ 2000m 東京芝ですね。天皇賞秋の発想です。スタートは結構鍵になりますね。片のミッキーの6枠8番、大体トップロードも出てますからね。栄光の天皇盾へと向かう東京競馬場 2000m のスタート地点、果たしてどんなレースをするんでしょうか。天皇賞秋 2000m、 まずまずのスタートを切りました。先頭に立つのは何か。成田トップロードがかわしていきました。内を通りまして3番桜並木王、そしてその外に5番テイエムオペラ王、名称王道、そしてその後ろから名称怒涛、それからイーグルカフェ、そのうちに11番ダイワテキサス、第2コーナーから向こう流し、それから圧倒的な人気のカタノミッティ、大注目です。その外トゥナンテ、内を通ってステイゴールド、そして外からはロスハート、一番後ろに優勢トップランであります。前でありますが前、成田トップロードが先頭です。桜並木を前前での競馬、テイエムオペラ王と和田騎手、まもなく第3コーナーに差し掛かります。名称王道、その後ろでやりましょうか。4番名称怒涛、その外からはイーグルカフェ、それからもう1頭11番ダイワテキサス、まもなく欅を通過します。注目は何といってもカタノミッティ、圧倒的な人気。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くのは6番成田トップロード、さらに外カタノミッティか、先頭渡辺と成田トップロード、ムチが飛んだ横山とカタノミッティ、外から懸命に桜並木を、これは阪神レースになりました。カタノミッティが追い込んできている。2番手に外からは桜並木を、ステイゴールドがかわした、外から1頭カタノミッティ、カタノミッティが捉えるか、かわしたかわした、カタノミッティ1馬身リード、1着8番カタノミッティ G1 6勝目したね。結構本格的化したと思います。疲れとクリティセを、ね、1着8番2着7番しっかり勝ちました。9番以上のように確定しました。有馬かな次は。おめでとう。ジャパンカップ取り行きたいけど、香港という手もありますね。ちょっと聞いてよ、香港もありますし、いい仕上がりだね。体重はバッチリだね。はい、何です。はい、天皇賞秋1着です。さてと、ジャパンカップ、まだジャパンカップは最初に1着取ってますね。香港って出てる、香港バーズ出てますが3着です。有馬記念も1着取ってるんで、香港バーズ行ってリベンジ図らないといけないっていう感じはありますね。ショートケーキをゲット。
88キロです。そういえばさ、登録だけ香港カップじゃない、香港バーズですね。はい、これでですね、ジソー香港バーズ、はい、何です、挑みたいと思います。調子を上げることができるかどうかっていうのが問題点ですが、状態次第では有馬記念のに出るということも考えたいとは思いますが、香港バーズはまだ取れてないので、前走3着だったですがリベンジ図りたいと思います。はい、今まで応援いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ言ってください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。